今回はですね、また友達に誘われたので道志の森キャンプ場に来ております、早速ですね、使う道具を確認しながら設営をしていきたいと思います。まずこちら、椅子ですね、とタープとハンモックとロープ類とクローズドセルマットと、この中に春用のダウンシュラフトが入ってます。で、このクッカーとかですね、クッカーとガスボンベとバーナーとでタバコ類とガトリ線香、あと予備のバッテリーとかヘッドランプで水筒、こちらは食品と、食べ物と調味料、こちらはファーストエイドキットと雨降った時のポンチョ、これは温度計ですね、と手ぬぐいとタオル、こちらは LED のランタン、で虫よけ、ナイフとノコギリ。今日のナイフはバークリバーのカナディアンスペシャルですね。シルキーでゴムボーイですね。あとは今製作中のナイフをちょっとテストするかはわからないですけど、一応持ってきてます。それでは撮影していきます。友人がこういったベルトを持ってたので、今回なんとか貼ることができました。届かない部分をこのベルトで延長しています。ちょっと今日持ってきた道具のロープの長さが足りないので、ちょっとイレギュラーなハンモック設営の仕方に変更します。また下にガッと引くだけなんですね。
きました。え、焼かないの？うん、あ、これが田口です。やべ、ぬる。あー、ありがとうございます。いただきます。いただきます。うまっ、うまい。食べたら終われないよ。お酒おかわりする。Thank you.
草に使ってみて。じゃあ、いただきます。うまっ、Yeah.